あれは六本木 3K の実力だったら、あいつらは海外行って今まで帰ってきて何をやってたんだ。俺はこの通りピッピンしてるわ。くそみたいな。この間20日宇和島大会をね、ちょっと、まあ、まだちょっと晴れが引いてないんですけど、視界が半分以上ね塞がってしまって、まあドクターストップかかってしまって、せっかくの誕生日のね日だったんですけどね、白星をあげたかったんだけど、まあこれはもうリングドクターとあれの会社の判断で仕方ないんですけど、まあ今日、まあまだ正直不完全なんですけどね、でもそれを理由にはしない。出てるから、出てる以上は試合ができるとお客さんも思って来てるわけだから、そこは言い訳にしない。今日はもう負け、うん、まあライガーさんからピンフォールを取るっていうね、まあそこまであの2人が成長してるっていう、まあそういう部分では喜ばしい反面、なあクソっていうね、やっぱりそういうの出てくるし、まあ彼らは何一つ反則もしてないと思うしね、うん、まあもちろん2人の攻撃はあるけども、それはもうこの試合においては誰でもやることだ。まあ今日は完敗ですよね、うん、まあまた明日から気持ちを入れ替えて、まあ僕も早くメロンをね、もうこればっかりはもう日に経って重ねるしかないんだけど、まあ出る以上はしっかりと白星を狙います。